コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、またすでに、出てます。はい、こちらですね。じゃじゃんとね、はい、フィギュアーズゼロから、スーパーサイジンソン悟空ということでね、はい、あのブロリーと対をなす、フィギュアですね。はい、こういう感じですね。もう中見えてますけれども、はい。箱の状態はこういう感じですね。いやー、これもねプレミアムバンダイ限定ですね。はい、はい、こういう風にエフェクトがね、ついてますね。はい、こういう感じで、ね、向かい合わせて飾ることもできますけれどもね、まあそこまで幅のあるコレクションケースがあるかって話なんですけどね。ということでね、じゃあちょっとね、ブリスターのね、状態を見ていきましょう。はい、ブリスターの状態持ってきましたが、ブリスターも何もね、これもう一つのね、フィギュアとしてもつながってるんでね、もうこのまんまね、開けちゃいましょう。はい、ブリスターから取り出しました、こちら。いやー、あのね、すごいね、エフェクトがすごいね、もうね、もう躍動感もあるしね、何よりもこのエフェクトのこのクリアパーツとかがすごい細かくで、肝心のフィギュアの方はというと、まあこういう感じですね。まあ顔はどうなんだろうな、もうちょっと目をね細くしてちょっと鋭さを増せばよかったんですけど、もうちょっとね目が大きいつうか幅が広いかなっていう感じはしますね。でまあこのねエネルギー波、これはブロリーと一緒ですね。いやこれもね、落としたら一発アウトな感じの、細さだね。パッキンいっちゃうねこれね。いやーこれはこれでね、まあブロリーがあるからこその、悟空っていう感じはあるかな。単品だとね評価がちょっと分かれちゃうね。これ単品の評価だとそこまで高くはないかな。顔がねちょっとなーっていうのがあるな、やっぱね。まあでもね、ブロリーと並べて飾る分にはもう、この悟空はいいですね。すげえ、はい、という感じでね、まあ今回はねすごく短いんですけどね、特になんか組み立てたりもなんもないんでね、いやー至ってシンプルだね、もう全部がくっついた一つのフィギュアになってますから、はい、ということでね、まあこの、まあ、機械が機械だからちょっと横にブローリー並べてみますか。はいはい、ブロリー持ってきました。まあ一応悟空とね、大きさ並べるとこんな感じ。全然大きさが違うね、公民とね。いやこうも違うと思わなかった。まあこれが実際のね、多分大きさなんでしょう、このぐらいの身長差はあるって感じですね。
て、まあ向かい合わせてこういう感じですね。やっぱこう考えるとね、やっぱ、うん、この2つは2つで1つって感じだね、うん、お互い対になるって感じだからね、うん、まあこういう感じでね、いやいいね、いやブロリーがねでかすぎるね、いやこれはすごいね、うん、2つ並べていいねこれね、うん、いやブロリーがすごいわはい、っていう感じでね、このフィギュアーズゼロ、はい、こちらのね、ブロリー悟空、はい、いやまあね、うん、一つ買ったら一つ欲しくなる、そんなフィギュアでした。はい。はい。という感じでね、今回は以上で終わりたいと思います。まあね、次のフィギュアが何になるかはまだわかりませんが、まあね、今リペイントしてるのがどうなのかっていうのがね、多分次になるかな。うん。まあそんな感じで、できればね、チャンネル登録してお待ちください。これを見たらね、ぜひね、いいね、あとね、コメント欄いただければ、返事は返します。はい。まあアンチなコメント以外はね。はい、という感じで、今回は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。